ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日本、米国、豪州、韓国および EU の共催で拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。当日は被害者ご家族からの生の声の訴えが行われ、横田めぐみさんの弟で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さん、および田口八重子さんの長男で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長の飯塚浩一郎さんが登壇されました。本日はそのお二人のご発言をご紹介します。まず横田拓也さんのご発言です。複数の世界にまたがる北朝鮮による拉致事件解決のために心を一つにして本日お集まりいただきましたことをとても心強く思います。私の姉横田めぐみが13歳の時に日本国内から北朝鮮の工作員たちによって暴力的に拉致されました。今年で46年が経過しようとしています。私の姉めぐみをはじめ人質として拘束されている私たちの家族や兄弟は厳しい環境の中で今日も早く助けに来てほしいと声を押し殺して叫んでいると思います。私たちの家族や兄弟の人権は侵害されたままの状態が続いています。国際社会がこのようなことを決して許してはなりません。自由な社会で生きている私たちが責任を持って解決させていく必要があります。北朝鮮の一方的な力による現状変更が46年近く前から行われ、家族の絆は引き裂かれ離れ離れのままです。拉致された我が子を待つ親世代の高齢化は容赦なく進み、再会を果たせず他界されるケースが後を絶ちません。親世代が存命健在のうちに再会が果たされない限り、この問題は解決とは言えません。タイムリミットがあるということです。私たち家族会救う会が求める答えは全拉致被害者の即時一括帰国一点に絞られます。段階的解決、部分的解決は受け入れられません。連絡事務所や調査委員会設置による無意味な時間稼ぎも受け入れられません。北朝鮮当局は全ての拉致被害者を24時間厳重な監視のもと、誰がいつどこで何をしているかを把握しています。最初から調査する必要など全くないのです。金正恩委員長自身が解決する必要があるかどうかにかかっています。家族会救う会は今年2月に今年度の運動方針を作成いたしました。親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が人道支援を行うことに反対しないという新しい提案です。そのために日本政府、岸田首相は金正恩委員長との首脳会談を開催し、拉致問題の全面解決、そして拉致された被害者と帰国を待つ親や家族との再会が果たせるように交渉を進めてください。両国が抱える人道問題を解決すれば双方に明るい未来があることを岸田首相には強く語ってほしいと思います。金正恩委員長に伝えます。私たちはただ拉致された家族や兄弟を取り戻したいだけです。帰国が実現した後に
見聞きした秘密を聞き出し暴露すること、そして拉致被害者が帰国できた先にある日朝国交正常化交渉を妨げることは考えていません。どうか私たちのこの考えを信じて首脳会談に応じてください。金正恩委員長、あなたが娘のジュエさんを愛していると同様に、私たち家族も自分たちの娘や息子を愛しています。私たちの苦しみは理解できるはずです。暴力や恐怖からは何も明るいものは生まれません。一国のリーダーとして、そしてジュエさんの父親として速やかに人権問題である拉致問題を解決し、明るい未来を描けるように決断してください。本日ここに集まる勇気ある私たちは、家族や兄弟を取り戻すまで声を上げ続けていきましょう。言葉の力を信じて行動しましょう。皆様、今後とも支援をいただけますようどうぞよろしくお願いいたします。続いて飯塚浩一郎さんのご発言です。私の母田口愛子は45年前の6月29日に突如1歳だった私と2歳の姉を残して行方が分からなくなりました。それから彼女の所在は24年もの間分かりませんでした。2002年の9月の日朝首脳会談の中で彼女の所在が判明しました。北朝鮮は彼女を拉致したことを認め、1987年に北朝鮮国内で交通事故により死亡したと日本政府へ伝達しました。しかしその後の調査で事実は異なることが判明しました。北朝鮮の報告である田口愛子の死亡の情報は一切の根拠はなく、2002年に北朝鮮が提示した死亡診断書は捏造されたものでした。2004年北朝鮮から新たに提示された交通事故報告書という資料にも、田口愛子という名前も彼女の北朝鮮名であるリ・ウネという名前も一切ありませんでした。八重子さんのように日本人が北朝鮮に拉致をされたケースは日本政府が認定しているだけでも17名に上ります。このうち5名は2002年に帰国を果たしましたが、21年経過した今なお未だ12名が帰国できていません。北朝鮮はこの未帰還者12名については8名死亡、4名未入国と説明していますが、いずれの説明にも不自然な点や矛盾点が多くあり、死亡を裏付けるものは何もありません。さらに北朝鮮による拉致事件は日本だけにとどまりません帰国した日本人拉致被害者のなどの証言から、日本以外にも韓国、タイ、ルーマニアなどの国民が北朝鮮に拉致をされているとされている可能性があるとされています。また2014年2月に国連より公表された COI 報告書では、マレーシア、シンガポール、フランス、イタリア、オランダ、中国といった諸外国にも拉致被害者が存在すると報告されています。北朝鮮による拉致事件は日本のみならず全世界各国で起こっており、国際社会全体の問題と捉える必要があります。北朝鮮は拉致被害者返還のための交渉や協調に応じる姿勢を全く見せておりません。拉致事件発生から40数年というとてつもなく長い時間が経過しており、真の解決のために残された時間は長くありません。北朝鮮にいる被害者と日本で帰りを待つ家族がそれぞれ生きて健康なうちに帰国せねさせなければ真の解決ではありません。しかし極めて残念ながら、ここ数年日本で帰国を待つ家族が亡くなっています。2020年には横田茂さん、有本佳代子さん、2021年には田口愛子さんの長兄であり私の育ての親であった飯塚茂雄さんなどが亡くなっています。彼らはもう家族に会うことができません。人の命には限りがあります。日本で帰りを待ち続ける家族も、北朝鮮で救出を待つ家族も高齢化しており、拉致事件はもうこれ以上時間をかけていい問題ではありません。これ以上拉致被害者とその家族の再会を死が分かつことであるのであれば、我々は北朝鮮を憎しみ怒りでしか見ることができなくなってしまうでしょう。正直今我々の理性が保てるギリギリのラインです。我々家族会は今年5月に訪米し、米政府関係者と面会を果たし、我々の考えや方針を説明してきました。その最重要の内容として、1. 日本の北朝鮮交渉において核ミサイルより時間的制約のある拉致問題を優先したい。
に親の世代が家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するならば我が国が人道支援を行うことには反対しないという内容であります。これらについては面会した方々からおおむねご了承いただきました。改めて言いますが我々被害者家族は全拉致被害者の即時一括帰国が実現するのであれば帰ってきた拉致被害者がから秘密を聞き出すことや日朝国交正常化に反対する意思はありません。我々家族は拉致被害者と静かな生活を送ることのみただただ切望しています。最後に日本政府は日朝首脳会談の早期実現に向け努力邁進をしてください。我々家族には残された時間はあまりにも少ないものと考えてください。金正恩委員長と北朝鮮は過去の不要なしがらみから脱却し全拉致被害者の即時一括帰国の決断を行い経済制裁解除や国際社会との連携を模索し新たな建設的な未来へ進むべきです。金正恩委員長の勇気ある英断を期待します。以上今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲尾崎亜美でマイピュアレディをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますがこのインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。尾崎亜美でマイピュアレディをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。